チェンジの式についてお話ししていきます。よろしくお願いします。まず前奏の部分なんですけれども、こちらの公式楽譜の方に作曲者の先生から言葉があります。ピアノの前奏間奏はスタッカートとアクセントを意識して歯切れよく弾いてもらえると歌も気持ちよく入れると思います。これも作曲者自身の言葉なので、ちょっと重く受け取ってもらって、このターンダツターンターンターンダツターンターンというのももちろんピアニストもしっかり表現してほしいんですけれども、当然指揮者もそこを理解した上で、ターンダツターンターンターンダツターンターンというスタッカートアクセント、あとこの譜点のターンダっていうちょっと跳ねる感じのリズムを意識して、この前奏のところはちょっとリズミカルに、前奏のところはリズミカルに振ってもらいたいなと思います。はい、で歌が始まるわけですけれども、はい、最初の部分のメロディー構造は1-1-2という構成になっています。朝が来たらいつも通り繰り返す毎日の 1-2-3-4-1、 一拍目をまずしっかり合図としてあげてほしいです。で、1、朝が来たら、これがまず最初の1小節。次が1、いつも通り、これが次の1小節で、次はですね、1小節1小節ときて、次は2小節単位の音楽になるんですね。ですので1と来て、次に1が来るような感じじゃなくて、次は1、1、2というものが来るんだという意識が指揮者には必要です。ですので、
1、朝が来たら1、いつも通り1、繰り返す毎日みたいに、3小節目と4小節目がセットになってる音楽を指揮者はしっかりイメージして振ってください。はい、でメロディー2行目なんですけれども、今度は2小節目に四分音符がトントントンと来てる、これちょっと特徴的なリズムです。同じ景色の中、うん、タタ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 タ、この四分音符は結構特徴的なので、タタタみたいに結構はっきり振ってあげると1行目との違いがはっきり出ますので、1、同じ景色の中みたいに四分音符四分音符四分音符っていうことを意識して振ってもらうと、歌い手もそのリズムに乗りやすいと思います。はい、 A メロ2節目も、どうせなんてセリフばかり言い訳にしながら、これも1、1、2ですね。はい、同じ構造です。1、居心地の悪さを、四分音符四分音符四分音符をしっかり振ってあげて、感じ始めているのに気にしないのところは女性にメロディーが行くところなので、女性の方をちょっと向いて、ただここの合図は前から続いているので3、はいというのをわざわざ上げる必要もないと思います。ただここから女性だけがメロディーになるんだよっていうことを表すために、ちょっとこっちに目配せをするような感じで意識を向けてください。さらにですね、そこの女性が歌ってる裏で男性がオブリガードを歌いますね。これがですね、4小節ワンストロークなんですね。これが注意しないと、みたいに下手すると3箇所ぐらい切れたりするんですよね。ですのでここは男性パートにもしっかり意識を向けて、女性がメロディーを歌ってる裏で男性パートにも意識をしっかり向けて、っていうのが、ここ一息でしっかり歌ってよっていう風な指揮者がイメージを持ちながら、女性パートのメロディーと男性パートのオブリガードを両方しっかり聞き分けながらというか感じながら振ってもらいたいなと思います。でですね、男性パートがそのオブリガードのすぐ次にメロディーになりますね。ここはしっかり1、2という合図を上げてもらいたいなと思います。男性パートはメロディーになることが曲の中でも割と少ない方ですから、抱えてるみたいにして、こっからがあなたたちメロディーですよっていうことをしっかり男性パートに訴えかける必要があると思います。はい、サビ直前のどこかに全部捨てたくてなんですけれども、ここは次のサビの出だしをしっかりとフォルテで歌ってほしいので、1、2、3、はいのように頭より高い振り上げを、ひときわ大きな振り上げをしっかり振り上げて、1、2、3、はい、大きな空に向かってのように、サビのところ大きな空にが元気よく出れるようにしっかりと振り上げを上げてほしいところです。どこかに全部捨てたくて大きな空に向かってのところも、この付点2分音符をしっかり伸ばして響かせて、まあ8分9分があるんですけれども、これは実情もうブレス程度の時間ですから、大きな空に向かって思い切り叫んでみようのように、このサビのフレーズをたっぷりと響かせられるように、まあ音が途切れないように、なおかつ息がしっかり吸えるように、例えば1、2、3、はいとか1、2、3、しとかいうように振り上げをしっかり上げてほしいです。あの指揮の振り上げっていうのは息を吸いましょうという合図ですから、指揮者がしっかり振り上げてると、まあこれぐらいの振り上げだとこれぐらいの息、これぐらい振り上げるとこれぐらいの息を吸えるようになっていくものなんですね。指揮者の振り上げの量というのは歌い手が吸える息の量とシンクロしてますので、しっかり振り上げて息を吸いましょう、3、はいという気持ちで合図をしてあげてください。はい、最後の音も付点2分音符ですので1、2、3、4で、これは次にもう歌が出てきませんから、1、2、3、4で閉じてあげてください。もう一度走り出そう、こんな感じ。一番最後の部分もこちらの公式楽譜にこのようなことが作曲者の先生からメッセージ寄せられてます。曲の最後は明日に向かってエネルギーをぶつけるつもりでラに全員の思いを乗せましょう。テヌートでためを作り、最後の音を減衰することなく弱めることなく
ね、最後の音を減衰することなく伸ばした後スパッと切って終わってみてください。タイトルにつけたびっくりマーク、エキスクラメーションマークをイメージしてもらえればと思います。ですので最後のラーですけれども、ここ合図の上げ方としては1,2,3,4 みたいにカウントをすると、まあ、歌う方もタイミングを揃えやすいと思います。ここでスパッと言ってほしいんですけれども、ここフェルマータ文がありますから 1,2,3,4 みたいに指揮者が迷っていると歌い手はもうどこまで伸ばせばいいかがもう分かんなくなって不安になりますから、 1,2,3,4みたいにピタッと、あ、そこまでなんだなっていうのが見てる方が分かるように、これ鏡を見ながら練習してみるといいかなと思います。で、実際に自分で声を出しながら歌いながら鏡を見て練習してみてください。はい、シンプルな構成の曲なんですけれども、こうやって見とくと割と指揮者の仕事結構ありますよね。割と指揮者の意識一つで歌い手のリズム感や歌い方、どこまで伸ばせるか、あるいは声の響きが変わってきたりする曲ですので、まあ、指揮者自身練習の時は伸び伸びと歌いながら、まあ、いつも進めてるんですけれども、指揮者は必ず歌いながら振る癖をつけてもらいたいなと思います。はい、以上で終わります。ありがとうございました。さよなら、また会いましょう。どうも。2,3,4,1